見ろ相棒、あそこ俺たちと同じ試験生がいるぞ。おいおい、無事か。よかった、こっちは二人で。冗談だろう。やっけなく人が。なんでこんなにたくさん来るんだよ。何が目的なんだよお前らは。いや恐ろしいぐらいドンピシャ。悠長なエコを置いてきて正解だったぜ。おいお前ら大丈夫か。正規のアークス、救援に来てくれたんですね。よかった、助かった。ああ、なんつうか思ったより数がいるなこれ。正直すんげえ予想外。ちょっと先輩、助けに来てくれたんじゃ。あ、だから今助けの助けを呼んどいた。合流地点はこの先だ。すっきりぞ。じゃあ俺たちも戦うんですか。アークスなんだから当然だろう。ほらお前と違ってそっちのやつはしっかり準備してるぜ。おい相棒。分かったよ、分かりました。やるしかないって言いたいんだろ。お前初陣にしては肝は据わってるな。なかなか見どころあるぜ。だって、いやちょっと失礼。その顔どっかで見たことあるような。どこだったかな。まあ考えるのは後でいいか。それじゃ行くぜルーキーども、きちんとついてこいよ。なんで初陣からこんなことに。そう悲観するなよルーキー、安心しとけって。二人とも俺が守ってやるからよ。ここにもこんなにいっぱい。どうするんすか先輩。いちいちうっせえな。道中含めりゃもっといただろうが。いい加減慣れろっての。さて頃合い的にはそろそろなんだが、あいつまた遅刻か。いやすまんなルーキー、助けを呼んどいたはずなんだが、どうもそいつが遅刻してるみたいだ。ちょっとゼノン、新人にいきなりマイナスイメージを吹き込まないでよ。お、来た来た、遅えのが悪いんだよエコ。
それより状況はどうなってる？まだダメ。ダーカーの数が多すぎて攪乱されてる。本格的な機関転送ができないみたい。なるほど。要するにこの辺りのダーカーをやっちまえば脱出できるってわけか。私も行こうか。大丈夫だ。このルーキーたち結構な腕だぞ。ともすりゃお前より強いかもな。さてルーキー、最後の仕上げだ。ここいらの奴らをぶち倒しておしまいにするぞ。奥の手行くぜ。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。だから心配なんじゃない。ごめんね、無茶ばっかさせられたと思うけど、もう大丈夫だから。お前な。あの先輩、こちらどなたですか？ていうか俺たち多分先輩の名前も聞いてない。ちょっとゼノ、どういうこと？自己紹介もしてなかったの？ああ、そういや忘れてた。いやすまん、なんだか俺のこと知っている気がしてな。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスにやったばっかで、何が何だか訳が分からなくて。
いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ、あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大帝の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノン、少しは考えてよ。この子たちいきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな心機臭い顔するな。お前らは生きてる、生還したんだぞ。終了任務達成、バンバン剤じゃねえか。でも俺たち以外の試験生が目の前で。それこそアークスにはつきものだ。いちいち悲しんでる暇もねえよ。ほら胸を張れ、志半ばで倒れた奴らのためにもな。はい。そう、それでいいぜアフィン。納得できなくてもうなずく気力があれば大抵のことはなんとかなるさ。その悔しさを忘れるな、諦めるな。忘れず諦めずにいればいつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おい、こらエコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして。私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。ほら、もうすぐアークスシップに着くわよ。ほら、そこのルーキー君2人組も笑ってないで準備しなさい。